茨城県道157号下土木内、日立大田線は、茨城県日立市から、日立大田市に至る茨城県の県道である。茨城県道157号下土木内、日立大田線日立市神田町日立市神田町の国道6号分岐を起点に、日立市、日立大田市の南部を横断して、日立大田市磯部町の国道349号交点を、 終点とする一般県道の路線である。終点からさらに西へ延長して、茨城県道61号日立笠間線まで結ばれる、日立大田市道磯部天神林線とともに構成する、日立大田南部幹線道路の一部区間に位置づけられる。主に、日立大田市南部と茨城県北林海部の東海村や日立市大三河地区とを結ぶ、経済活動や、 地域の日常生活を支え、通勤・通学道路として役割を担う県北地域の幹線道路でもある。1959年10月14日、新たな県道として、日立鹿土木内を起点とし、日立大田市を終点とする区間を本路線とする県、道下土木内日立大田線として、茨城県が県道路線認定した。 1995年に整理番号157となり、現在に至る。日立市と日立大田市を結ぶ最南端のルートだが、協力感があり、近隣には国道293号が通るので、交通量は少ない。常磐自動車道の元を通過し、日立大田市に入ると、用水路に沿いながら浄土木内の集落を通り抜ける。西。 小沢の集落に入ると2車線幅になり、久慈川の支流である里川を渡り、大田南、バイパス、磯部町東交差点の先にある国道三百四十九号、磯部町交差点で終わる。起点部の国道六号から入って、約二点七八キロメートルの区間は、一般車のすれ違いが困難なほど、道路の幅が狭い一車線の上に、カーブが多く、見通しが悪いため、 一般交通の安全通行及び歩道が未整備のため安全な通学経路確保の観点から支障が出ている。このため、茨城県では安全で円滑な交通の確保を目的に2004年度より道路改築事業による道路を拡幅改良する整備を進めている。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの 普通貨物自動車が通行できない区間。市街地を形成している区域内の道路で、道路管理者が自動車の交通量が極めて少ないと認めて指定したものまたは一方、通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員のものにあっては、当該道路の路面の幅員から1メートルを減じたものとする。以下同じ。から0.5メートルを減じたものを超えないもので、 なければならない。ありがとうございます。